はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はね、バレンタインについてすごい話を聞いたんで皆さんにお伝えしようと思います。これね、バレンタインって日本では女性から男性へこうチョコレートをあげるっていう風習がこう根強く残ってますけど、まあ、これは皆さんもご存知だと思うんですけど、この風習っていうのがあるのは日本だけです。ほとんどの国では男性から女性へのプレゼントです。ほとんどの国というか日本以外全部男性から女性へのプレゼントですね。それでこれね、アメリカのこの沖縄の米軍基地の中の話を今日今年初めて聞いたんですけど、この沖縄の米軍基地の中だけで、このバレンタインだけですよにプレゼントとしてこう渡されるバラの本数って何本だか分かりますか？これね、1万本超えるんだそうです。1万本ですよ。これすごいと思いませんか？それだけね、アメリカのね、男子ってやっぱりスマートなんですよ。これね、日本人もね、絶対見習った方がいいと思います。これね、赤バラのプレゼントってものすごくね、実はかっこいいんですよ、本当に。だからこれね、日本の、特にね、日本のバレンタインってさっきも言ったんですけど、女性から男性チョコレートをあげるっていう風習が根強く残ってる中で、これ男性が女性に赤バラのプレゼントを渡したら、これ意表ついてね、すっごいかっこいいプレゼントになります。なぜなら、だってほとんどの女性がこれホワイトデーはもしかしたらもらえると思って待ってる人もいるかもしれないですけど、バレンタインで待ってる人ってほとんどいないんですよ、日本では。なのでそこでね、こうさっとこうプレゼントを渡されたら絶対これ効くでしょ。それも赤バラがいいんですよ、赤バラが。もうね、これでアメリカの男子ってね、こう本当すごいなと思うんですけど、やっぱり一番かっこいいとこ分かってるんですよね。赤バラって本当にかっこいいんですよ。ただね、これね、気になる学生さんなんかが気になるところは、やっぱりこうバラとかって高いんじゃないかと思ってる人がいると思うんですが、これね、バラの花もね、確かにピンキリあるんです。高いのから安いのまであります。ただこればっかりは言っときますけど、安いのはダメなんですよ。日持ちも悪いし、こう全然こう、なんていうんですかね、力がないです、花にね。それね、すごく伝わっちゃうんで、絶対にバラはいいものにしてください。ただこう10本、20本、30本ってね、こう本数確かに増えていくと、ものすごいこうお金もかかってしまうんです。だからほら、1本で勝負しましょう。で、今日ね、僕ね、赤バラ1本の花束を実は作ってみました。これこちらですね。でね、高いものになるとバラも長くなります。で、これ短くしてくださいっていう人いるんですけど、中には短くするとすごくもったいないし、すごくこうかっこ悪くなっちゃう。長い方がかっこいいんですよ。だからこの長いまんまプレゼントにしてもらってください。それで2本とか3本より1本は全然かっこいいんで、絶対1本にしてくださいね。で、これ1本だったらどんなにこうラッピングしてもらっても絶対1000円以内で収まるんで、もうその1本のバラで勝負してください。これね、めちゃくちゃかっこいいんですよ、ね、それでこれバレンタインデーに、ホワイトデーじゃないですよ、バレンタインデーに意中の女性にプレゼントしてあげてください。ただ一つここで注意点があります。日本の男性すごくシャイなんです。このね、あなたはせっかく作りました、これを白い紙で巻いてくださいとか、ビニール袋に入れてくださいとかっていう人いっぱいいます。これね、かっこ悪いからやめましょう。これは絶対 NG です。このまんまもう早速と、これね、アメリカのね、僕なんかお客さん、外人の方もいっぱいいるんですけど、アメリカのっていうか、外人の、アメリカだけじゃない、外人の男性ってもうこのまんまものすごいスマートに持ってってスッと渡すんですよ。もうそれ真似してください。もうね、シャイなのはね、ダメだから。バレンタインデーは一本巻きのバラの花束をぜひ意中の女性にプレゼントをしてください。これね、僕が保証します、絶対効果あります。もしうまくいったらどうしようかな、なんかもらおう。
またこのフラワー TV ではこういうねかっこいいお花のプレゼントとかもどんどん紹介していきますので、ぜひチェックしてくださいね。でここで皆さんに僕からお願いがあります。ぜひねチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録は PC の方はこの画面の中のチャンネル登録をしてくださいっていうところをクリックするとそのままチャンネル登録するところに飛びますのでチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの方は下のところにチャンネル登録っていうのは確かついてるんですよね。もしない人はこうリンクの中にチャンネル登録はこちらからっていうところつけてありますので貼り付けてありますのでそちらから行っていただけるとチャンネル登録をすることができます。ぜひ多くの方のチャンネル登録をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time.